はい、ということで皆さんこんにちは。最大化の日曜が始まります。そろそろね、今日ね、ディナーがね、もう一人三人目を産むと生まれると思うんだけど、誕生日会じゃない今日。そうだよね、ディナーハルの誕生日パーティーが今日行われる。何時からだっけ。夕方からにしたよね。15時から。だからみんな帰って、あ、そうか、休めないのか、ママ。待って、休めないって言ってたっけ、仕事を。仕事休めないんだっけ。まあ、仕方ないか。この日だもんね。じゃあ、ちょっと進めてって。今、ディナハル起きてる。ディナハル起きてるの？ん？ディナハル2時だよ。2時だよ。寝てた方がよくない？何をしようとしてんの？いわく、親しみ？いわくって読む、これ。勇ましくか。勇ましく親しみ？え、どういうこと？共にいい時間を過ごしたシムがそばにいると、あの時素敵な思い出が蘇ってきます。かなり美味しい。何しよう？居眠り？なんで？なんでだよ。ここで寝なって。え、まだいるの？まだいるのか。いるのであれば仕方ないか。ちょっと壊れてる。ちょ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 、どっちか。大丈夫な人、大丈夫な人。あー、斉田さん起きて、これ修理かな。はよはよ、修理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 。こんな夜中に壊れるとは。これ酷使しすぎたか、うん、ずっと流してたからかな、音楽、うん、なんか基盤を修理してる、基盤。ダークス、ちょっと待って、修理だって先に。すごい汚くなった衛生がやばい、衛生がやばすぎて死んじゃうことある。知らないよね。トイレもやばい。トイレでもうお風呂でおしっこしちゃうっていう手もあるよ。斉藤さん時間かかってんね。ちょっと時間、あとちょっとだ、頑張れ。よし、治った。で、衛生、泡風呂入ろうじゃ。泡風呂泡風呂泡風呂。おしっこどっちだ。おしっこ、なになに、そっちも汚いの。トイレが先だね。トイレ先風呂入って、トイレで、もう忙しい。朝4時に朝4時に一回忙しい。これ朝一回忙しい。衛生がまずいから、衛生。冷たいシャワーってあんま良くないよね、体に。シム元気にするシャワーを。衛生がまずいから衛生やって。悲しい、なんで生きる目的。これはじゃあ、シャワー浴びてるときあれか。ちょっと飯食うか。勝手に勝手に食うから、いい、OK。朝もう5時だよ。もう早起きっていうことで言えばいいのか。これは、あ、こういうの読んでく。読みながら飯は食えないか。まだ寝てた方がいいよね、絶対。これご飯食べたら。なんて？あ、ご飯作る？あ、ご飯作るのか。こんな時間に？パスタ？まあ、いいか。どう？もうそろそろ生まれるから起きてる。あ、上手になってる。パプリカみたいなものを切ってる。そしてディナハルはもう一回、え、何、何しようとしてんの？ゴミを捨てる。あ、偉いね。ゴミ捨てる。ゴミを捨てる。ゴミ？なんでそこに、あ、あれか。そうかそうか。修理した後のゴミか。じゃあ寝なって。もういないでしょ。テレビなんか見ないで寝なさい。で、サイタちゃんはまだ寝てる。で、なは。みんなももうちょっと寝た方がいいけど。みんな食わないの？パンツの想像してるけど、どういうこと？
飯食って2人分食べていいね、ご機嫌で、ご機嫌、ご機嫌、ブルースを聞く、エスポップ、あ、これかけてないか、電源を入れる、エスポップ、お父さんも料理してる。音楽を聴く。それでこれが OK になるね。これもあるのか。ブルース、ブルースなんてある？ブルース、ブルース。最多に踊る。最多って最多ちゃんだよね。何を書け変更。なんだっけ、ブルース？そんなのないぞ。ブルースなんてない。ああ。標準。ショーにしとく。大きいとどうなる？ああ、ちょっと大きすぎか。標準でいいのか。斉藤さんは？斉藤さんは空腹でもないけど、飯食おうとしてる。おしゃべりして、そろそろじゃない？生まれるの。ほんで？あ、寝てるね。オッケーオッケー。あ、またいらっしゃった。で、新たなチャレンジ。ちょっと一回止めて。なんだ？新たなチャレンジ？将来感じない。仕事への不安、マジ情熱を取り戻さないといけないのか。情熱を取り戻す。オッケー。今日出勤か。あ、そうだ、今日誕生日パーティーじゃん。情熱取り戻した今。あ、試みています。オッケー。オッケー。で、ひなは寝てる。寝てる。合コンも衛生もダメだな。すぐだな。この妊娠してる時って結構、ああ、かわいい。なんか二人で寝てんの。これ全員また寝た。ああ、何？ちょっと質問いいですか？ウォーカー強しと気軽な友人として遊ぼうかと考えているんだけど、どうしたらいいと思いますか？いいんじゃない？やっぱ一家寝てるな。全員寝てるけど。あ、ちょっと待って、ディナハル学校じゃない？ちょっと。あ、違うか。今日は休みか。土曜日だから。あ、休みだ。じゃあみんないい感じ？陣痛始まった！そう。大丈夫、起きて。起きて起きて。起きて起きて。そう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 。起きて。陣痛始まった。トイレにまず行く。あ、うろうろ、あ、でも3回目だから落ち着きなさいよ。斉田さんも3回目なんだから。ちょっと、嫁を置いていくわけに、一緒に行きない、一緒に。あ、落ち着こうとしてる。あげく、音楽を聴いて、落ち着こうとしています。透明に。あ、陣痛始まってる。そんな陽気になれる？そんな急に。まあいいけど。いいけどさ。やばい。睡眠とかいろいろやばい。陣痛始まったんでね。え、寝るの？あ、寝ないとあれか。体力か。もう陣痛。なんかジャパニーズポップみたいな感じの音楽が流れ。寝る？大丈夫？陣痛始まってんでしょ？まあいいか、寝て。具合悪いよね。焦ってる？今。どうする？気分は最高にやってる。なんか夜遊びみたいな曲流れてるぞ。夜遊びでやりそうな曲流れてる。皆さんどうする？体力。あー、ちょっとこれだね。修理だね。修理です。斉田さん、修理です。おうです。ほんと言えば、まずいでさ、これも新しいの買ってあげないとね。修理して、陣痛始まったけど、これを片付けて部品を取り出す。あ、モップをかけようとした先。ごめんごめんごめん。で、これをモップがけで、その後にゴミを捨てると。オッケーオッケー。陣痛大丈夫そう？体力は、これさ、病欠さすがにできるよね。やばくない？今日誕生日パーティーやるんだよ。5時から。大丈夫かな？子供生まれて。
あ、そうかそうか、ちょうどここ開いたのか。いいね、いい具合だね。じゃあ、何しようって、どれか作ろうとしてる、寝た後に。斉藤さん、斉藤さん、ちょっとじゃあ絵を描こう。あ、なんかチンした今。あ、今ピーって言わなかった？大丈夫かな、睡眠をとってるけど。まあ誕生日パーティー5時からだから、それまでに子が生まれればいいけど、陣痛がどんなものなのか。よし、とても深いサイトの質問。ああ、はいはいはい、食べ物をあげよう。アルペノエベンバー違う？いやでも、なんで怒ってんの？自分で考えて何でもするよってこと？あ、もうやばい。まずいかも。お風呂に入りたいのね。キレキレする、キレキレする。あ、もう無理か。あ、そこで産むの？情熱を取り戻したの。あ、産む？そこで産む？ちょっとどうやって産んでる？こう産んでんの今。赤ちゃん産んでる。え、ここで大丈夫？ちょっと一回ここで産むか。あ、生まれ。あ、男の子、すごい、3兄弟だ。そうか、じゃあどうするかな。これやっぱさ、斉田さんのさは残したいよね。次男は斉田ちゃんでしょ、長男はディナハル、斉田ちゃん。ちょっとじゃあ考えます。一旦ちょっとじゃあ一旦切りますね。はい、ということでやっぱりね、斉田さんを残したいわけさ。カリエンテが苗字だから、だからもう次男はサイタちゃんだけど、サイータちゃんにする。ちゃんっていうかくんか、サイータくん、サイタくんとサイータくん。もういい。どうしてもね、サイタさんを残したい。これ何、ランダム、ランダム、急にランダムで選んでみるっていうのもある。ガブリエル、ジョセフ、カーター、ナオキ、急にイアン、パーカー、オリバー、ワイアット、ジョセフ、ルイス、アーロン、ヨウスケ、ツヨシ、タカヒロ。普通にさ、こう日本の名前もあるのって面白いね。すごいメイソン出てくる。一回任せてみる。じゃあこれあれだね、ミドルネームってことにしてもいいんだよね。じゃあこうしよう。カリエンテ・アイザック・サイタにしよう。じゃあ、アイ、じゃあな、サイータがいいな。アイザック・サイータがいいな。アイザック・サイータ。あ、違う違う違う。アイザック・サイータ。これにするか。あ、ごめんなさい。ガサってなっちゃった。これにしよう。オッケーオッケー。赤ちゃん誕生。アイザック・サイータ。もうやっぱり斉田さんのDNA が、斉田さんの DNA がすごい。あ、生まれたぞ、生まれたぞ。あ、もう書いてる、なんかおむつ。みんな集合、おしゃべりしよう、おしゃべり、おしゃべり。わ、やった、喜んでる、喜んでる。斉田ちゃんも喜んでる。アイザック・サイータが生まれたことに。え、どこ行くの、どこ行くの、どこ連れてくの。あ、ご飯か、ご飯か、あ、ご飯か。忙しいぞ、いろいろゲージがありすぎて悪福だったのね。ご飯だね。で、こっちこっちこっち。ちょっと待って、泣いてるって、めっちゃ泣いてるって。待って、泣いてるから母乳、母乳、母乳、母乳を与えてあげよう。寝てるし、誕生日だよ、もうすぐ。
あ、でもないか。あと5時からだから、17時からだから行く。ユマラ。母乳を与えて、そしたらすぐおもちゃ。マジで忙しくなるぞ。アイザックサイイーター、男の子でね、すごい3人男の子が汚くなっちゃった。汚くなっちゃった。起きて、君はお風呂に入る。お風呂に入る。で、忙しいぞ。で、とりあえず、そう。待つのやつだ、そっか。おしゃべりしよう。最多の移動スキルがレベル2。で、なんか、お世話をしてもらう。違うな。いいね、仲良しになってる。高い高いができるみたいになったけど、そんなに高い。エモジカード前もやったよね、ディナハルの時に。え、やってあげないの？ちょっと。欲求の種類を教える。ちょちょっと待って、これは斉田さんにやってもらうか。やってくれるか。あ、やってくれる。いいね。ここに大集合。今の仕事が1時間後。仕方ない。おむつじゃない。どう？気分はどう？怒ってる、まだ。あれ？お腹空いてるよ。みんな集合してきた。みんなし、あはん言ってる。なんで怒ってんの？分数について話すじゃん。なんで怒ってる？望まれぬ？え、なんで？会いたくないって言ってる。なんでそんな怒ってんの？話して、うん、話して落ち着こう。ヘルペンランザヤ。フィギヌーフ。ウンプタシュアフナイ。なんだよだし。寄り添う。ちょっと寄り添う。なんだ、どうしたらいいんだ。ハグしよう。寄り添って、そう。怒ってる、みんな怒ってる、この家の人。なんとかこの怒りをさ、沈めてあげないとさ。激励しよう。いいね。君を愛してるよ。パパはな、君を愛してる。ちょっと距離を取って。仕事行くな。あ、テンション上がってきた。よし。で、仕事か？仕事行くか？仕事に行かないとだね。仕事に行かないとだけど、ご飯あげないといけないのか。ご飯か、これ。ご飯。あ、ご飯あげるね。オッケー。ご飯あげて、今仕事に行くな。行ったかな？よ、仕事行った。で、このまま、ちょっと。今度斉田さんに飲み物あげよう。リンゴジュース、ミルクあげよう。こっちはもう収まってきたんじゃない？ダメ？望まれぬか。一旦さ、ちょっとほっておきすぎじゃない？あ、これこっちか。いける？飲み物あげよう。あ、その前にちょっと待って。おむつじゃない。誕生日パーティー、あと1時間後ね。OK。どうしたらいい？ちょっとパニック。パニックの時、ちょっと一旦こうで。飲み物とかじゃなくて、
幼児のお世話、お風呂に入れる。ちょっとどんな感じ？おむつだよね。だから、おむつを変える。これが最優先。おむつを変えるが最優先。引きずってるよ。引きずる。怖い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 。この状態怖いって怖い怖い怖いって怖いって。おむつ変えて、おむつ変えて。え、おむつ変えてる？あ、オッケーオッケー、おむつ変えようとしてる。オッケー。ジョンジョン。おいでだ、おいでだ、おいでだ。その後寝かせないと。寝かしつけよ。ちょっと早くして。あれまだもやもやしてんのは汚い？汚いな。衛生がまずいな。まあ、後でいいか。とりあえず、寝かさなくても大丈夫か。ちょっと寝かさなくても大丈夫であった。全然いいんだ。やばい、ちょっと。トイレ、トイレ、トイレ、トイレ。まだ間に合うか。大丈夫か。やばい、誕生日が始まる。すぐに始めよう。あー、職場にいる欠勤する住所もないかもしれません。本当に休みますか？はい、休みます。さすがにね。よし、パーティー用の服に着替えだ。オッケーオッケー、よしよし、帰ってきた。オッケーオッケー。みんな、あー、早送りしちゃった。とても深い。この人も汚ねえぞ。なんか知らんけど。で、ちょっとさ、この人、大丈夫ね。あ、なに？何の音？何の音？あ、何の音？え、何の音？疲れてる？え、年齢上がっちゃった。サイタちゃん。サイタちゃんどこだ？サイタちゃん？サイタちゃんの年齢がちょっと汚いから、汚いから、泣いてる泣いてる。ちょっと、トレーニングしてる場合じゃないって。綺麗にする。綺麗にする。お風呂に入れる。お風呂に入れてあげよう。しゅしゅし。なんか同じ人の絵描いてると。この人誰？誰の絵描いてんのこれ。サイタさんは。これさ、ケーキをさ、作る人、サービス係いない？ゲストみんな喋って、サービス係いない。ケーキを作ろう。よし、ディナでケーキ作ろう。グルメ料理、ケーキ。誕生日ケーキってない？フルーツケーキ。これじゃダメだよね。あれ、こっちじゃないのか。グルメ、ちょっとストップ。ストップ。普通に料理？の方か。あったあったあった。いいやつない？すごい、一番高いやつ。こう、こっちの方か。青いケーキ。ディナのシグネチャーケーキ。なんだそれ。わかんない。でも、ディナ特製なんでしょうよ。じゃあ、これか。ケーキを作る。これ、誰だ？ちょっと待って、ゴミがさ、何こいつ蹴ったんですけど。誰と話してんだこれ。この人と話してる。ジョークを言うなんてないぞ。なんだ、どうすればいいんだ。ダンス。ダンスするに招待。この人は？この人誰？みんな、ジョーク言えないぞ。全員ダンスしようぜ。
んで恥ずかしいの？なんで？ジョーク言ったから？ジョークがないって。変顔しとこ。なんかダンスに力がなくなってきてるけど。ケーキは？あれケーキは？リナケーキは？ケーキは？あ、ケーキあるじゃん。これにろうそくを立てよう。ろうそくを立てて、で吹き消そう。ろうそくを吹き消す。よし、こんなところで、こんなところでなんか匂ってる、匂ってない？匂ってない？あ、匂ってはないか。おいで、ろうそくを消す。あ、踊ってる踊ってる。よし、みんなここ移動するんだ。みんなその玄関でにいねえでよ。よし、ろうそくを吹き消そう。せーの。あ、二人が見守ってくれてる。頑張れ。お、いいねいいね、頑張れって。ふう、やったー。あ、すごいすごいすごい。なになに、リナハルの年齢が上がった。どういう感じする？卑怯者は嫌だ。ひらめく。家族。食べ物。幸運。頭いいんだよな、でも。人気。頭いいから逸脱？違う？あ、違うか。これは違う。どれだろう、創造性。あれか、知識か。知識にしよう。で、コンピューター。うまくこなしたいと思ってます。このシムは学識のある便利屋シムになりたがってます。なんだそれ、便利屋シム。ゲームから仕事までコンピューターに関するすべてを知りたがってます。どうしようかな。コンピューター系に行く？どっちに行く？うまくこなしたいと思っています。コンピュータ系で行くか。で、あと選べるのはクリエイティブ。何これ。あ、こういうのがあるんだね。天才。イライラし始める。ロマンチック。自信家。あ、自信家の傾向。せっかち。陽気。幸せになりやすい。悲しくなりやすい。悲しくなりやすいっていいことなくない？あ、悲しい時に創造性スキルが上がる。へえ。アクティブ。天才。自分のスキルの目をしばらく停滞するとイライラ。どれにしようかな。こっちも選べるのか。音楽好き。完璧主義者。このシムは、アイテム作成に時間がかかりますが、通常より高品質なものを作ります。品質の高いアイテムを作成した後は、強力なムードを、ムードレッドを獲得し、天質なアイテムを作成した人、ネガティブになる。オタク。コンピューターなんだから、オタクの方でいい気はするけど、あ、ここら辺はちょっと良くなさそう。オタクで行こう。オタク気質。これでいいか。OK。おーおーおーおお、気持ち悪い。なんだその髪型は。ちょっと、すごい独特。ねえ、最多家一独特なんだけど。ねえ、オタク。すごい。なんか来てくれてる。来てくれてる。なんかが、誰かが。これ知ってる人。すごい賑やか。ねえ、すごい賑やか。うるさいんだけど。ちょっとジョーク言わないといけない。誕生日のシムを褒めるってなんだ？食べ物を食べる。あ、褒めおいて。コメディースキル。なんかパフォーマンスしてる。めぐみがパフォーマンスしてる。めぐみが。あ、トイレ、トイレ行って。トイレ行って、トイレ行って。
まあ、文句、この人仲良くないの？忙しいな、ちょっとな。ケーキ食べよう、したら。トイレ行ったらケーキ。ティナは、これはもう仕方ないね、今日休んだのは。で、ディナーハール。忙しいぞ、これ。泣いてる泣いてる、ちょっと待って。あ、行ってるか。よしよしよし。行ってるから OK。で、ディナーハールは、ケーキを食べよう。ケーキを。え、なんで？あ、ケーキ食べられちゃった。ケーキなくなったって。食べ物、ケーキ。あ、なんか作ってくれそう。ケーキみんな食べてる？ちょっと壊れてる。もうぐっちゃぐちゃだよ。ちょっと。元気に片付け、元気に。ケーキなくなったって。ちょっと汚ねえな。え、何？前ないしてる？大丈夫か？泣いてるけど大丈夫か？あ、いや、怪してくれてる。あ、ディナハル遊んでる。自立性があるからいいね。ほっといてもやってくれる。もう、これ忙しいぞ。すごい、成功してるんじゃないか。成功してないのか。ちょっと。この人ちょっとまずくない？すげえ遊んでるけど。あ、間違えた。この、違う、間違えた。ジョーク。面白い自己紹介しといて。なんかダメだ。緊張してる。ジョーク言えない。ジョーク言える。火星人についてのジョーク言える。もうすげえこいつ。ゲーム熱中。ウィーレしてる、この人。ちょっとパフォーマンスすごいしてくれてる、めぐみが。すごい状況だぞ。ディナハルがやばいな、このちょっと太り気味だね、やっぱね。ちょっとね、中肉中背みたいな。でゲームチェスとかないな、うちに。ケーキをみんな食べてない。ケーキなくなっちゃったって。あ、ここにケーキあるんじゃない？これケーキじゃない？誰かと一緒に食事をする。誰とがいいかな。やっぱ父ちゃんと。みんな。あ、選べないか。なんかこの人言おうかな。強しと。え、何これ。ちょっと待って、どういうこと。じゃあホワイトケーキ、これなんなん。あ、これでいいじゃん。これで一旦やめて、みんなで食べよう。せっかく作ってくれ、サービス係の人が作ってくれたやつ。ちょっとこれ、おお、ちょっと、めぐみさん。めぐみさんがちょっとパーティー完了。シルバーメダル。まあ、失敗って出なかったね。じゃあみんなこれで一斉に帰ってくんだよね。一斉に帰っていく。おうおう、大丈夫か。サイタちゃん怒ってるな。サイタちゃん怒ってる。なんで。ブロックは嫌い。ちょっとじゃあ壊れてるって。ブロック嫌いだって言われたから。おしゃべりしよう。じゃあおしゃべりして、で、ちょっといろいろだな。アビゲイルだっていなくない？ちょ、片付けが大変だ。リバティと仲いいよね。なんか何？誕生日おめでとう。世帯の人特品にあります。なんかお祝いの品もらった。まず修理。元気に修理。あ、喋ってる？喋ってるね。
Febine Lovo Bonnefi. Dona?独立よ。敬意を表し、敬意を表しよう。怒ってんな、すげえ。怒ってる、怒ってる、怒ってる、怒ってる。どうしよう、おしゃべり。しゃべり。激励してる、掃除いつもありがとうって言ってる、多分。Prop Pampe. Who's like Jeff now? Floopy. Okay, ここは OK. New Yep Fanoi? Galba. Wambade. Ah, うんちした。ちょっと待って、絶対うんちした。Wamba Boy Yambalala. うんちしたよ。うんちした、今。Shells. どれだ ?Nisoda? Ah, Moochibi. おむつってないか。お風呂に入れる。お風呂に入れよう、そのまま。腰痛いんだリバティ。でも年取ってもこの格好なんだね。リバティはリバティだよね。そうリーリバティか、リーなのかリバティなのか、どっちを呼んでいいか分からない。もう故障してる。これもトイレも変えてあげたいけど、ちょっと今忙しい。これも汚ねえな。よし、風呂入ったらちょっと、あ、もう衛生は全然平気だったのか。体力はね、ちょっと怒りが収まってる？疲れた。疲れたんだったらもう寝よう。忙しすぎる。忙しすぎるって。本を読んで寝かしつけるか。よしよし。いいぞいいぞ。もうこのトイレはもう仕方ない。もう。はい、綺麗になったね。リバティ、助けてくれ。トイレ修理。リバティに修理。リバティじゃねえ。ディナに修理してもらおう。で、ディナハルは片付けよう。汚い。もうみんな地面に置くんだから。みんな地面に置くんだから。うわー、すごいことになってる。すごい陽気になってる。ちょっと誘惑的。誘惑的になってる。学校はないのか？ちょっと待って、学校はどういう感じになってんの？ディナハル。スキルをレベル3にする。あ、本読もうぜ。そうだそうだ、一応月今日は休みだもんね。片付けて、これ大変だと全部片付けんの。こっちにもあるからね。これはケーキ。なんでケーキ食べない人いるの？あ、すごい量、食器の量がすごい量の食器。何？あ、そっちでね、そっちでやってるね、そっちでね。忙しい。リバティだけ残ってくれてる。怒ってるぞ。これを片付けよう。いろいろ片付けよう。で、こっちはこうで。飲んであげよう。じゃあこっちで片付けて、ゴミ捨てる、ゴミ捨てる。違う違う、ゴミ捨てる。で、こう片付けはもうあと。あ、なんか今動かしちゃった？あ、ここ濡れてんだった。まあ、いいか。まあ、いいか。ちょっとリバティ助けてくれ。ゴミ片付けて。リナハル何しようとしてる？あ、まだそこにもあったのか。で、片付けて。なんかここももやもやしてない？何ここ？あ、気のせいか。あ、寝たね。よしよし、寝た。寝たからちょっとここ片付けてほしい。モップがけしてほしい。あ、でも寝たいか。ちょ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 、壊れすぎじゃない？うち。ちょっと壊れすぎだけども、ちょっと、もうあれか。ちょっと待って。こういうことか。ご飯食べたの？片付けをやろうとしてるから、これ、こういうの売れる？あ、売れる。こう売ろう。売って。
その後、本を読む、君は。で、ストップ。本あったよね。ああ、宿題をする。今度もそうか、小学校の宿題じゃないんだ。そこで読むんだ。邪魔じゃない、寝てるからそこ。起きちゃわない？ディナの年齢、わあ、老年期、お腹のシワ、白い巻き毛、果てしない昼寝が待っています。死神のパーティーはまだもう少し。ちょっと待って、ディナもさ、ディナってだいぶだからあれなんだね、斉田さんと離れてたんだね、年が多分。あ、ディナが年取った。何これ、何これ、何これ、ここに置いとこう。リバティずっとそこに立ちすくんでるけど、サイトの通しそこで寝たのか。ちょっと絵描こうとしてる。絵描けなくない？トイレ？トイレ行きなって。え、泣いてる。ちょっとちょっと、あ、間違えた。そうなってくると、ナハルにおむつを取り替えてもらおう。ダメか。起きてもらう？起きてもらって、おむつ取り替えてあげて。で、もう寝ないと限界だね、さすがに。トイレ？行きな。リバティ、トイレ今空いたよ。行きな。で、トイレ。ディナもトイレ。ディナもトイレ。で、睡眠だね、オッケー。で、リナハルは読んでる。で、ティナハル、その後さ、パソコンのなんかやった方がいいんじゃない？仕事を探す。そんなもう仕事を探す段階？いや、壊れてる。壊れてる。その後に、修理を。違う、料理じゃない、料理じゃなくて、修理。オッケー。宿題終わった。これか、宿題は。小学校の宿題買っちゃったな。なんで深い？何？あ、ディナハルのキャリア。あー、そっか、今。キャリア。ファーストフード。まだこれしかできないのか。肉体労働者。バリスタ。いや、コンピュータープログラマーにしたいから。じゃあ、セキュリティ。違うな。何をすればいいの？ソーシャルネットワーク。ゲームプレイ。ブロック、こういうこと？まあ、いいか。オタクです。オタクな島はゲームをプレイせずにやられず、持ち丸チキして、レアアイテムをゲットすることに長けています。これ片付けよう。その後にこっち何か食う。これ邪魔だな。ディナハルはまだ学生ってことでいいんだよ。高校生か。プログラミング練習でできる？できないんだけど、どれだし、プログラミング練習。プログラミング練習ないぞ。あった、これか。こっち。プログラミング練習して。
固まった、大丈夫、大丈夫そう。プログラミング練習でどれをやったっけ、こうか。プログラミング練習、片付けるおばあちゃん、これやってんの、やってんのか。え、あ、ディスクラブ、なんで、なんで怒ってんの、やってる今これ、やってんのか。何、なんかすごい人混みの中で面白く振る舞う、人混みへの恐怖。え、何をすればいいこれ、人混みの中にいるの発生する。ひらめかせましょう、思いに吹きながらシャワーを、思いに吹きながらシャワー、思いに吹きながらシャワーを。じゃんじゃん、そしてちょっと待って、2人寝ちゃったらどっちか、体力大丈夫な方起きて、なんだろうな、これか、ご飯か、ご飯かも。うわー、これは忙しいぞ、どうしよう髪型。ディナハル、これでディナハルがの気分が普通。何にもないことあるんだここに。あ、深い、疲れきてる、じゃ寝るか。なる、寝よう。これが一生消えないんだよ。衛星がマックスになったらもう途中でいいか、進んで進めて、そしたらもう OK で寝る、一旦寝る、一旦寝る。え、ちょっとリバティどうし、どういうこと、どうしたらいい、これ漏らしてるよね、怖いんだけど、リバティがもうちょっとボケちゃってるみたいなこと、ちょっとリバティが怖いんだけど、ねえねえ、汚いしさ、これ漏らしたでしょ、絶対漏らしたでしょこれ、ねえこれ帰りな、この人たちみんな寝てんだよ今、なんか寝て、あ、ストップ、学校は休み、休み、日曜日だから休みで、ライトさんも休み、ディナーは多分仕事だよね、そうだね、怖いって。さすがに怖いって。あ、何？カリエンテ、これあのお姉さんだよね。ディナさん、私は事務人事に挑戦したいです。新しい仕事が始めるのがちょうどいいかも。どう思いますか？自分の心のままに生きるといいでしょう。やめた方がいいと思います。新しいこと、素晴らしい。ぜひやってみるべきです。おそう、おそう。これはね。ちょ、リバティやばくない？とりあえずみんなのゲージが。あ、空腹がやばい。二人とも空腹やばい。あ、持ちは選択できない。やばい、あ、間違えた、間違えた、間違えた。どうしたらいいんだ。まず、ティナハルが起きてくる。とりあえず、こうして。この子まだ寝てるか。欲求。片付けよ、片付け、片付け、まだなかったっけ、草ってやつ。リバティ怖いって、なんだ、何すればいいんだ、なん、どうしたらいいこれ、帰ってください。帰ってください、どうしたらいい、ちょっとちょっと
でも話したり何かすればなんかちょっと怖いんだよな。なんかない？なんだろう。恋愛がダメ、恋愛がダメ。グルメ料理、グルメ料理について話してみる。なんかこの帰ってほしいんだけど、帰ってくださいがない。イエフテメアバサニシブナトーボファーベイイリドビクラシーンアドフォイノ。そろそろ起きるんじゃない。おマックスだよね。お腹ヘリヘリだよね。ヘリヘリだからヘリヘリだから、あ、起きるまでいっか。起きるまで、違う、なんだろうじゃない、間違えた。こうして絵描かないと。いい、帰ってくれ。それで帰るか、ちょっと話せば。うん、どうした？スマーヴディッシュ、ああ、キはい、何でしょう。ティナさん、ウォーカー強しを紹介してくれてありがとう。すごく素敵な時間を過ごせまして、よかったよかった。よかった。リバティがさ、居座ってるのなんか気持ち悪いんだけど。泣いてる。ティナ起きていいか、これ。ティナ起きて、食事を与える、母乳をあげよう。で、学校は休みだからまあいいか。あ、起きた。怒ってるぞ絶対あいつ。食べ物をあげる、お世話、食べ物。はいはいはい、一回やめて、食べ物。あ、ディナがやってくれるか。ディナがやってくれそう。いや、わかんない。ね、やらんかもしれん。おろしたりを抱いたり、おろしたり抱いたり。あ、でもさやつが言ってくれた。オッケーオッケー。ご飯だよ。どういうの、どういう位置。なんだ、何がダメだ。寄り添う。怒ってない、喧嘩してないこの二人。ご飯行く。あ、行くね、ご飯行くね。オッケー、もはやリバティちょっと汚いから、そこちょっと帰ってほしいな。帰ってもらう。あ、家に帰ってあるわ。ちょっと、まあ、とにかく、怒ってる。怒りがすごい。食べ物が必要。食べたら怒りは治るか？エンド豆か、それ。ほら、食え。エンド豆か？エンド豆だな。食いなさい。どうしたの？って来た。どうしたのじゃないんだよ。話してる？なんで食べないの？あ？反抗期か。じゃあほっとくか。リナハルと仲良く従ってる。そいつはこれ、ここきれいにしよう。ちょっとここもモップがけ、ピーって言った今なんか。ちょっと待って、泣いてる。ちょっと待って、泣いてる。おむつ。で、もう起きてもいいかもな。起きて、トイレ。なんか。食べ物。サイタちゃんと遊びたがってる。こっちこっち。サイタちゃんと遊びたがってるから。ちょっと待って。サイタちゃん。遊ぶ。
魔法対象に変える、なんだそれ。遊ぶってなくない？でも飯食わないとあれか。ご飯、あ、ご飯作れんの？作ろうじゃ、作ってみ。で、プログラミングするんだよね、練習ね、はいはいはい。で、返そう。あ、行かなくちゃよかった。行ってくれた。よしよし。で、テレビ見たがってる。ロマンチックなため、ロマンチック。いや、でもロマンチックまずくない？え？ちょっとここでね、ああ、ディナール、忙しくなってきた。忙しくなってきた。忙しくない。でも料理勝手に作って。怒ってんな。なんで怒ってんの？ああ、そういうことか。なんかしなきゃダメか。じゃあ、プログラミングの練習。どれだっけ？これか。帰ってください。帰ってください。なんか恋愛番組いいんだよね。間違えた。チャンネル恋愛番組、恋愛番組。みたいだね。オッケー。で、何したい？ロマンチックにしたい。食べ物。恐怖について話し合う。この人、セクシーな自己紹介。トイレの話してる。で、ディナ仕事はあるよね。ディナもうすぐ仕事だよね。あと13分。テレビ消して。仕事。怒ってる。怒ってる。すごい、あれだった。少なくなっちゃった。誘惑したからか、目の前で。ごめんて。まずいまずい、これ離婚の危機、急に離婚の危機が訪れた。仕事行きな。仕事行って。よしよし。え、トイレか。何？最多決まる長い人生を送ってきましたが、とうとう最後の時がやってきた。え、ちょっとこれ阻止できないの？阻止できないの？え、阻止したい。ちょっと、え、マジ？そんなことある？え、やめてやめて、やめてって。え、そんなタブレットで？ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントローラー握る。でも、いつも。お母さんは似ていてばかりで、俺を